もうすぐ発売されるポケットモンスターの最新作スカーレット・バイオレットでは、伝説ポケモンがね、ミライドンとコライドンという未来と過去をモチーフにしたポケモンが出てくるっぽいんですけど、もうね、未来と過去をテーマにしたポケモンっぽいゲーム実は発売されています。それがこちら、サンリオタイムネット。僕は過去編の実況プレイをしていきます。よろしくお願いします。よし、じゃあ始めていきますか。このゲームですね、5年前にレトロゲーム福袋開封生放送をお正月にしたんですよ。まあ毎年やってるんですけど、その5年前に開封した中にこれ入ってたんですよね。おや、メールが来てる。誰からかな。あー、なんかこんなキャラクターいた気がする。その時にね、ちょっとだけ触りの方だけプレイしたんですけど、まあ5年前なんで、まあほとんど初見プレイと言っていいと思います。なんだろうこれ。変なおじいさんの他には何もメッセージがない。モニターの中の老人。変なおじいさんとはひどい割れようじゃな。喋った？声が混ざっちゃった。フーム。どうやら、お前さんにはわしの声が聞こえているようじゃな。頼む。わしらの世界を助けてほしいのじゃ。これはわしらの世界の時間を司る時の柱。わしらの世界の時間はこの柱のおかげで、過去、現在、そして未来と正しく流れておった。これもしかしたらポケモンの最新作と同じテーマの可能性ありますんで、そしたらかなり先取りしてるってことになりますよね、このゲームね。ところが、何者かの仕業で時の柱が粉々に壊されてしもうた。その世界、そのせいで時間の流れはおかしくなり、わしらの世界は過去と未来の2つに引き裂かれてしまったのじゃ。過去と未来？うむ。過去とはすでに過ぎ去ってしまった時間。僕今回ね、過去編やりますけど。そして未来とはこれから巡ってくるはずだった時間。わしらの世界はその過去と未来に分かれたまま、時間の流れを止められてしまった。じゃあもう、年取らないとかそういうことかな、一生。時間の流れが途絶えた世界はやがて消えてしまう。そうなる前に、お前さんがわしらの世界へやってきて、二つの世界を再び一つに戻してくれれば、お願いじゃあ、わしらの世界を助けてほしいのじゃん。その気があるなら、お前さんのことを教えてくれんか。まあその気がなくても、やらなくちゃいけないんでしょうね。男の子でいきましょう。男の子、本当に男の子なのじゃな。そうです。お前さんの名前はコバブルです。あ、カタカナありますね。はい、入力できました。これスタートでいいですかね。これでいいですか。はい、ここは本当にコバブルなんじゃなとかは言わないんだね。いいです。わしらの世界を元に戻すことができるのは、わしらとは別の世界の時間を生きているものだけ。そしてわしらの言葉がわかる純粋なものだけなのじゃ。バレちゃった、純粋な心持ってること。ところでコバブル、お前さんの他にもう一人わしらの世界に来てくれる子がいるのじゃが、あれ、そんなストーリーだっけ。実はお前さんの友達でな。誰のことだかわかるかな。そんな待って、僕の友達にいる純粋な子。よし、じゃあ友達の名前はブルコちゃんでいきましょう。これでいいですよと。ブルコ、あれ、コバブルそうか、君も行くんだね。これはうかうかしてられないなって。ブルコって名前だけど色赤いですけどね、あなたね。そうだねえコバブル、あれ、結構ブルコちゃんと会話するゲームなのかな、このゲーム。どっちが先に世界を元に戻せるか競争しようよ。そんな不思議遊戯みたいな。そうと決まったらこうしてられない、先に言ってるよ。じゃあね。やれやれ。それでは準備はいいかな。今からお前さんをわしらの世界へ転送する。え、なんか特にヒューンみたいな SE もなく、スーッと無音で。え、これボタン押さなくちゃいけない、もしかして。あ、ボタン押さなくちゃいけなかった、失礼。助けて。誰だろう。何？ついだよじゃない、今の人誰？ホラー？ホラーゲーム？お前さんの服は転送している間に嗅ぎさせてもらったわい。違う次元の人間がこの世界に留まることができる服にな。なるほど。どうじゃ、わしらの世界はといっても二つに分かれたうちの一つの世界じゃが、ブルコちゃんもこっちにいるのかな？それとも未来編にいるのかな？そうそう、お前さんの、あ、とも、あ、
ちゃんと説明がありました。友達はここではない、もう一つの世界に行ったようじゃない。いずれ出会うこともあるじゃろう。この世界を元に戻すには過去と未来の時のかけらたちを集めねばならんからの。うん。あ、時のかけらとはの。時の柱が壊れた時、過去と未来に飛び散った者たちじゃ。モンスターとも呼ばれている。モンスターと呼ばれているんだ。なるほどね。ここがなんか無理やり感がちょっと多少ありますね。つまり時のかけらたちは時の柱の部品そのもの。集めていくたびに時の柱は元に戻っていく。時の柱さえ治れば二つの世界もまた元通りになるはずじゃ。時のかけらたちは至るところにおるから、出会ったらゲットカードを投げつけてみるんじゃ。うん。モンスターボールみたいなもんですね。モンスターボールみたいな。うん、ゲットカード。しかしこれだけだとちょっと不安じゃの。わしの時のかけらをボディーガードにつけてやろうと。あ、来ましたー。これですね。ピカポチ、ウンチンボーヤ、ピューポって、おそらくこの背景にいる可愛いキャラクターたちだと思うんですけれども、僕ね、もう決めてるんです。まあね、ゲーム実況者だったらおそらくこのね、ウンチンボーヤですよ。この左上にもいますね。だけど、まあね、そんな、みんなが選ぶようなものを僕はね、選ぶかどうかって言われたらね、うん、そりゃあまあ、ちょっとごめんけど、ちょっと今回はみんな選んでると思うんだけど、ゲーム実況者は。僕も、うんちん坊やを選ばせていただきます。そして、名前ももう決めてるんです。これはもう5年前の記憶が鮮明に残っています。コクマロ。だからまあ、うんちじゃないかもね。うん。うんちじゃないかも。コクマロだから、辛いのかもしれないね。うん。これでいいですよ、と。うんちん坊やコクマロをパーティーに加えた。うん。よしよしよし。時の老人。今わしがやったその時のかけら以外にも捕まえた時のかけらを仲間として連れて歩けるぞと。ただしそのためには見つけた時のかけらたちと力比べをして手なずけなければならん。さらには腕に自信のあるものがお前さんが集めた時のかけらたちと、あ、送れるんだ、メッセージ。ああ、送っちゃった。それらにうかつ、みんな開くはずじゃ。今のところお前さんに教えられるのは、これくらいじゃわしは情報集めに行く。何かあったらまたお前さんのところに訪れるからな。それとお前さんにこれを渡しておこう。それ頼んだぞ、と。説明するだけ一方的に喋ってゲットカードを10枚もらいました。だから、ウンスターボールね、これがね。オッケー。で、これね、サンリオタイムネットっていうぐらいですから、サンリオのキャラクターが出てくるんですけど、まだ出てきませんね。モグモールに出会った。うん。なんかね、ちょっと調べたところによると、このサンリオタイム、プリプリプリポー！攻撃アイコン、道具アイコン、逃げるアイコン、交代アイコン、攻撃しようか。石投げ？どういうことだ？石とか投げるんだね。そんな、なんか、結構乱暴なんだね。その辺に落ちている石とか拾って相手に投げつけちゃうような、あ、てか相手もやってくる。結構獰猛な獰猛じゃないですか、お互い。あ、でもこれゲットした方がいいのか。あ、これゲットした方がいいんじゃない。いや、今倒しそうだったわ。倒しそうだった。ここで道具で初めての仲間、モグモール、君に決めた。ゲットカード使った。どう、こういうことだよね。要するに、よし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 。大体のルールが分かってる。不思議だなぁ。あ、ミドルネームをつけますか。なるほど。っていうかさ、これモンスターごとにさ、ミニドット絵が準備されてるんですかね。この名前の横にある。これめちゃくちゃすごいね。何種類モンスターいるか分かんないけど、全部に用意されてるんだね。おそらくこれが。すご。ラーニャ。モグラーニャっていうゲームあったよね。これでいいです。性別とかはなさそうだ。モグモールラーニャをメンバーに加えた。なるほど、ミドルネームだからね。そういうことか。うん、あ、来ました来ました。だからね、これサンリオタイムネットって言いながら、サンリオキャラクターはこういう NPC 扱いみたいで、そのいわゆるモンスターにサンリオのキャラクターはね、ほとんどいないみたい。空の上に街があるんだって。どこへ行けばそこに行けるんだろう。探し疲れちゃった。ちょっと一休み。あ、で、通してくれないんだ。ああ、なるほど。そういうキャラクターね。あー、で、手つなぎベアだからちゃんと二人一組だよってことか。でも、両方とも胸のマークが A なんだけど、これ、原作でもそうなんですかね、サンリオでも。
あ、いた。今マイメロちゃんっぽい子いたね。マウチックに出会ったよ。うん、こういうだからまあ、ポケモンみたいなゲームという認識で多分いいと思います。僕も初見プレイなんで。ただね、まあもちろんポケモンじゃないんでいろいろ違うところはあると思いますが、見事に決まった石投げ、これもう使えないかな、一発ぐらいで。どう、今後のためにもどれぐらいでゲットできるかをちょっと把握していこう。 HP 半分ぐらいでゲットできればそれでいいし。ああ、いけるね、全然。マウチックの捕獲に成功したと。ゴリムチュー。ゴリムチューでいきましょう。6文字入るといいんですね、名前ね。マウチック、ゴリムチューをメンバーに加えた。オッケー。これ絶対マイメロちゃんだ。マイメロディ、あなた見慣れない人ね。もしかして他の世界からやってきたの？理解、話が早いですね。やっぱりそうなのね。私聞いたことがあるの。この時間の止まった世界を元に戻すことができるのは他の世界から来る人だって。そうだわ。ただいいことを教えてあげる。ここから北に行くと。プワワって子がいるの。これもサンリオの子ですかね。プワワって子がいるの。あの子なら歩いていくことのできない天空の村に連れてってくれる。話がどんどん繋がっていくね。天空の村にはこれからの冒険にきっと役立つ航空写真があるの。航空写真、天空に航空写真があるのね。 OKOKOK 見つけたら私にも見せて。これ覚えとかないとね。この世界がどうなってるのか知りたいの。この世界のみんなは過去と未来に引き裂かれて悲しい思いをしているの。みんなのために頑張ってね。それじゃあ OK。 空の国に行ってアイテム手に入れたらここに戻ってくるんだ。もう覚えとかないと。そうでね、そうだ、思い出してきたんですけど、ちょプレイしながら、このゲーム基本的にどこでもエンカウントするみたいで、安全地帯ってあんまりなかった。普通さ、街の中とかね、普通そのね、ドラクエでもポケモンでもエンカウントしないじゃないですか。このゲームそういうことがないみたい。どこでも出てくるみたい、このモンスターたちが。てかやばいんだけど、 HP 道具なんか持ってる？オッケーオッケー。技ポイントを手に入れてるな、経験値以外に。賞金、お金の単位はビット。アイテム使おっか。回復アイテム何も持ってないよ。あ、強さ。あー、いるね。コクマロ。コクマロ HP が多分ハートだから、土タイプなんかな。多分元気ってのが今の状態で、土がタイプですよね。ポケモンで言う。で、HP が今残り10。星マークがよくわかんない。あ、モグモールのラーニャとタイプが同じだ。じゃあちょっとモグモールあれだね。なんか、育てようかなって気がちょっと減っちゃったな。HP 残り4しかない。捕まえたままか。HP 残り9。みんなやばいぞ。いきなりピンチじゃねえか、これ。え、マウチックも土タイプじゃん。ここ土タイプしかいないのか？特技？誰の特技をセットしますか？あ、覚えてる技ってことか。あ、で、たくさん技を覚えられて、そこから4つ選んでセットしましょうって。うわ、いいじゃん。ポケモンもこのシステム導入すればいいんじゃないでしょうかね。最新作ではね。セレクトなんだった。あ、セレクト設定か。メッセージ送り早くてもいいかもね。メッセージ送りを早いにしときました。ここには入れない。そっかそっか、サンリオのゲームだからお花畑には入れないよってね。ここがどこって、よっぽど遠いところから来たのね。一度北にある天空の村に登ってみたら、みんな空にやろうとするね、僕をね。この世界の地形がよくわかるわよ。でもここ気になるよね。いや、今行くとこじゃないかも。今行くとこじゃないかもしれない。てか、エンカウントするからさ、あんまりうろうろしたくないんだよね。これ何？あ、お花踏むな！マイメロディーのお花畑。よかったよかった。ちゃんと入れないようになって。ここは、ポケモンセンターだ！うわぁ！キティちゃんだ！一休み。いらっしゃい。あら、お疲れのようで少し休んでいきますか。よかった。危なかった。結構ギリギリの戦いさせるゲームだね、これ。よしよしよし。オッケー、無理はしないでね。あー、また休んじゃった。2回も連続でお休みなんてよっぽどお疲れのようね。コンピュータ。これ、あれだね。ポケモンでもありがちなやつですね。リストを見る。時の柱のモンスターを見る。光
光属性、炎属性、水属性、土属性、風、霊、レーザー、ヒート、ボム、アイス、なんか炎タイプ多くないか、マシン、エレキ、エスパーか、エスパー、うわー光、へー、なんか炎っぽいタイプが多いね。種別ごとのモンスターリスト、あ、これポケモン図鑑か、はー、なるほどね。あ、ポケットプリンター対応のゲームなんですね。右下になんかピカピカしてるの、これポケットプリンターだね。で、このさ、運賃坊やを見ることはできないな。あ、じゃあ、エラー発生。プリンターはちゃんと繋がってる？電源も入ってるかな？ごめんなさい。持ってない。見られないのかな？そういう図鑑とか見る ゲームじゃないのかな？登場人物のデータ。甘いメロディー。あ、野原の花畑で遊んでいる。花が咲くのをずっと待っていると。もう咲いてたけどね、お花。モンスターの図鑑はないけど、登場人物図鑑はあると。手つなぎクマ。いつも手をつないで立っている2匹のクマ、なかなか離れないと。これ見るの楽しいね。あ、時の老人か。これは三流のキャラクターとは多分言えないんだろうな。行く先々でいろいろなことを教えてくれる不思議なおじいさん。アイテムも預けられて、パーティー編成も、あー、そうか、だから時の柱が、なんかその、このゲームの目的でもあり、ポケモンを預ける、ポケモンじゃない、モンスターを預けるボックスでもあるわけだね。なるほどね。じゃあ今僕土タイプオンリー編成なんですけど、いいのかなこれで。話しかけたってこの人。バトルでは一番先頭のモンスターが戦うんだよ。一番前のモンスターがやられると2番目のモンスターが出てくるんだよ。だから仲間の並び方には気をつけてね。 OK。 いいね、こういうことちゃんと教えてくれるのは嬉しいね。結構広い。そして今日は私初めて捕まえたの、マウチックっていうのを頑張って育てるわよ。僕も捕まえました、マウチック。モグモールに出会った。あ、これモグモール対決じゃん。行きますか。なんか落ち着いてるね。うん、よしよし、こっちが先行したみたいです。いや、これきっつ。あ、避けられたよ。あ、へえ、かわすって、わかりやすいね。かわしたことが。うわ、負けるー。ちょっと待って。交代交代。やっぱ、運賃坊やですよ。全員レベル1なの、だね。レベル1同士にしては、運賃坊や強すぎないか。え？強すぎない？同じレベル1、本当に。同じタイプで同じレベル1にしては、ちょっと、御三家が優遇されすぎなのでは。これこれ無理せずに運賃坊やでレベル上げした方がいいかもね、全体を。経験値1獲得、技ポイント6獲得。時の柱が、割れた時、過去と未来にたくさんのモンスターが散らばったんだ。それを集めて育ててってバトルさせることが流行ってるんだよ。みんなそんなことせずにもっと世界を修復するために頑張ったら。最初は僕らを怖がってなかなか捕まえられないけどね。なるほどなるほど。一応捕まえるのも苦労するっていう設定があるのね。でもね、全国民でさ、一人一体とか捕まえて、それを時のね、こうかけら集めたら、それでそのまま世界救えそうなものだけど。プリ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 プー。あ、避けられた。普通に運賃坊やも攻撃かわされることがあると。いやー、これ自利品だぞ。あ、やっとレベルが上がりました。ちょっと一回も戻ろう。あなたデジカメって知ってる？ゲットカードじゃ強いモンスターも捕まえられないの。デジカメならどんなモンスターも捕まえられるわ。へー、上位互換みたいな、ハイパーボール、スーパーボールみたいなのがあるんだね。 HP 回復できたので、さっきのさ、ダンジョンみたいなとこ行こうか。あ、星ハッパーだって。これ絶対土タイプじゃないことじゃない？草タイプとかでしょ。プリ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 プー。これ捕まえよう絶対。よかった、これレアモンスターじゃないか。え、あ、炎。あ、土タイプ、そっか、タイプ相性。これさすがにタイプ相性は攻略サイトとか見た方がいいですかね。説明書を持ってなくて。あぶね。あ、お互い、あ、違うわ、土タイプが弱点なんだ、相手にとってね。これ炎タイプか。ゲットカード、
よし、捕まえるぞ。そうか。でも色もちょっとさ、黄色っぽい黄緑っぽい色でさ、もうこれにしか見えなかったんで、キッコロ。星葉っぱはキッコロ。え、でもやっぱ葉っぱって書いてあるよね。なんで炎の技使ってきたんだ。いや、やっぱ炎タイプなんだ。葉っぱってあれか、爆発させる方の葉っぱか。うわ、それすぐ気づけんかったわ、僕。キッコロとか絶対違うよね。多分これ燃えてるんだね、体中ね。土タイプに炎はいまいちってことが分かったんで、土タイプが多いんで、ここ。あ、え、急にいろいろ出てきたね。ドロッピに出会った。どうした？なんかテーブルが変わった？入れ替わった？これ水タイプだよね。土タイプは大丈夫なのかな？あ、大丈夫なんだ。陶媒なんだね。土タイプに、水だと思われる攻撃は陶媒。あ、もう投げればよかった。あ、危ない危ない。よし、投げよう。道具アイコンゲットカードで。よし、これ捕まえられるでしょ。ドロッピ。なんだろうな、水っぽいけど、もしかしたら、幽霊のさ、ドロロロとかとかかってたりとかするかな。それとも、ただ、ドロップで水滴かな。失恋にしましょう。涙。一粒の涙がこぼれた。失恋、ドロッピ。そしてまた回復に戻ろう。ドロッピのタイプは水ですね、やっぱりね。見た目のままだった。鉄砲水だけと。オッケー。これで土タイプ、炎タイプ、水タイプが揃って、なんかまあ、御三家みたいになりましたね。ここ来ていい場所かな？急にレベル高くて、瞬殺されるかな？あ、そんなこともなさそうか？モグモールが、え、でもレベル10って書いてある？え？これまずいかも？うち、レベル2だよ。あ、でも結構いい勝負できてる。うわ、でも当たらないか、攻撃が。ちょっと待って、一旦逃げよう。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、この辺でちょっと、レベル上げするのいいかもね。ここで、もうすぐ逃げられる場所で。え、てか今、エンカウントの音が違わなかった？クリキンジュニアに出会った。プリ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 ボー！あ、レベル9いけるかな。運賃坊やは強いから。うわダメだ。運賃坊やでこれってことはもう無理だ。え、捕まった。うわ、逃げられない。やば、全滅。これ、嘘でしょ。セーブ、逃げよ。セーブしてない、セーブしてない。逃げよ。うわぁ、まずい。うわぁ、まずい。クリキンジュニアにセーブすればよかった。いや、こんな強いのいると思わないじゃん。いや、ちょっとは強いのいるかなと思うけどさ、こんな、そんな手も足も出ないようなのが出てくると思わないじゃんか。ちょっと、逃げよ。とにかく逃げよ。逃げる。よしよし、危ねえ。早く、早く回復。よし、エンカウントしない。ふぅー、危ねえ。あそこは、行っちゃダメ。セーブしよう。危ない。あんな強いダンジョン、序盤にポンって置いておかないでよ。せめてさ、ここの洞窟はちょっとまだ危ないかも、みたいなさ、キャラクターいてもいいじゃん。北に行けばいいって言ってたもんね、とりあえず。空へ行け、みたいなこと言ってたんで。